はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房キラクです。今日はですね、実際の陶芸のお話ではなくて、最近ねネットとかでよくあるこのお家で簡単オーブン陶土っていうのをね、実際に試してみたいと思います。まあ、普段ね陶芸やってる私が、実際にこのオーブン陶土っていうのをね使って作ってみると、どういうふうに作りやすいのか、どういうふうに作りにくいのか、またはどういう作品ができるのか、焼き上がった作品はどうなるのかというのをね、ちょっと検証してみたいと思います。で、今日使う粘土ですね、ネットで検索するとね、大体これ出てくると思いますね。ヤコさんのオーブン陶土っていうのが出てきますよね。まあ、実際に私もこれインターネットで買ってね、ちょっとこれを試してみようかなと思いました。で、この、オーブン陶土もね、色はいろいろありましたね。白いのもあれば、こういうね、赤いのもありますし、茶色いのもあるし、黒いのもありますよね。まあいろんな粘土の種類がありますんでね、まあ、それはちょっとご自分でね好きなのを使ってもらうといいかなと思います。それとですね、もう一個この海外製のこのフィモっていうのかな、これもねありましたんで、ちょっとこれも実際作ってみてね、どれぐらいの違いがあるかとかね、どんな焼き上がりになるか、その辺をねちょっと検証してみたいと思います。それではね、今からちょっと準備をしていきたいと思います。はい、それではね、実際にこの粘土ちょっと一回見てみましょう。で、ヤコさんのオーブン陶土って方ね、これはね、焼く温度が160度から180度。で、さっき言ったようにね、具体的な作り方は、この裏にね、書いてありますんでね、これを参考にしてもらうといいかなと思います。で、こちらのね、海外製の、ひもっていうのかな。こっちはね、焼く温度が110度なので、ちょっとこの辺のね、焼く温度が違いますんで、まあ、ちょっと別々に焼いてね、どんな感じになるかね、仕上げてみたいと思います。で、ちょっと早速開けてみましょう。で、開けてね、ちょっと触ってみた感じをまず、なんかね、普通の陶芸の粘土と比べると若干軽いですかね。もう触った感じが軽いです。重い感じがない感じですかね。で、この粘土で、実際たたらで製作と、あとはいつもみたいにね、手びねりでちょっとお茶碗作ってみて、実際に作れるかどうかっていうのをね、やってみたいと思います。はい、それではね、実際にたたらで作っていきます。で、これオーブン陶土ね、ちょっと一回丸めて、で、今回たたらの厚みはちょっと5ミリでやってみますね。ちょっとあえて薄めでやってみてね、どんな感じで焼き上がるかっていうのをね、見てみたいと思います。で、最初こう手で潰してね、で、たまにこうひっくり返しながらね。でね、今触ってる感じだとね、やっぱ普通の陶土よりは軽く感じますけども、すごく作りやすいですね。粘りもあって結構固めで、作りやすい粘土だと思いますね。これをまず伸ばしていきましょう。よいしょ。はい、これでね、今5ミリに伸びましたね。したらね、ここから粘土カットしていきます。したら今回ね、この丸い器を使ってね、これを型にしていきますね。このオーブン陶土っていうのをやったことある人もいますかね。もう私もね、実際ね、その出来上がったやつの試作品でお客さんが持ってきてくれて、まあ、これと同じのを作ってくれって言われたことがありまして、まあ、出来上がりがね、どんな感じなのかっていうのはちょっと分かってるんですけど、まあ、実際に作ったことはないんでね、まあ、それが参考になればいいかなと思いますよね。で、今これ丸く切りましたんでね。で、ちょっとね、バリを取って。よいしょ。まあ、この辺は本当通常の陶芸と一緒ですよね。いかにこう綺麗に作っていくかっていうのがね、味噌になると思います。で、このまま縁上げても面白くないから、まあ、今日はね、この石膏型を準備したんで、まあ、せっかくなんでこのね、しのぎ模様になるようにね、やってみたいと思います。はい、それではね、伸ばした粘土ね、型にかぶせていきます。だいたい中心合わせて、よいしょ。よいしょ、こんなもんですね。で、ここからね、型に沿わせていきます。このオーブン陶土っていうのもすごいですよね。やっぱこう、技術が進んで、家のオーブンでも陶芸ができるようにってね、メーカーさん考えてね、作ってくれてると思うんで、なかなかこうね、普段陶芸っていうと釜焼きがあるからね、それが結構ハードルが高かったりしますけど、これだったらね、ほんとお家でできるんで、お子さんとかと一緒にね、やってもらっても楽しいんじゃないかなと思います。
で今このね型に沿わせたんで、ちょっとせっかくなんでこの溝を作っていきますね。はい、これでね今溝付け終わりましたね。でまあせっかくなんで足もつけておきましょうか。まあ本来足なくてもいいけど、まあ、せっかくだからねやってみましょう。はい、これでね足もつけ終わりました。まあせっかくなんでちょっと型から外して見てみましょう。よいしょ、本当この辺の感覚は普通の陶芸の粘土と一緒ですよね。ちょっとこの張り付き具合とかね。よいしょ、こんな感じのお皿が出来上がりましたね。まあ、ちょっと歪んでますが、あとこれでねちょっと綺麗にしてやっていきたいと思います。結構こうしのぎのお皿になりましたよね。で今度はね、普通にいつも通りの手びねりの要領でちょっとお茶碗作ってみてね、まあ、どんな感じになるかね見てみましょう。はい、そしたらね通常の手びねりでね作っていきたいと思います。で具体的な作り方はね、あの私の、普通の陶芸で作ってる動画で紹介してますんで、もし具体的な作り方分かりたい人ね、そちら見てもらうといいと思います。まあ、今回ちょっとね便宜上早送りでねお送りしちゃいます。はい、それではね、手びねりでねいつも通り作ってみました。まあ、結構やっぱ綺麗にできてますよね。なのでまあ普通の陶土と比べても遜色ないぐらいのね作品が作れるんじゃないかなと思います。で使ってみた感じはね、ちょっとね粘土が硬いのかな、水分量がそんなに多くないので、たまにこう水をつけながらやってあげないと縁の部分がすごくひび割れたりしそうですね。なので結構粘土締めながらやるっていうのは普通の陶器と一緒の作り方になりますんでね、まあ、その辺ちょっと粘土の扱いっていうのがねやっぱ慣れないと難しいのかなと思います。でもう一個気になるのは、こうやって作ったやつを高台を削れるのかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思いますね。なのでこれを一回外してちょっと乾かしてみてね、今度高台の削りっていうのをねやってみたいと思います。はい、それではね、成形をね乾燥させていきたいと思います。で今回ちょっと時間がないのでこのドライヤーで乾かしますが、多分ね通常に普通に自然乾燥が一番いいと思うんでね、こうある程度乾いたらひっくり返してまたしばらく置いといて、ちょうどいい硬さになったら作業するっていうのがいいと思います。多分ドライヤー使うとね硬くなりすぎやすいと思うんでね、なのでちょっとまあその辺も普通の陶器も一緒なんでね、ドライヤーじゃなくて自然乾燥が時間がある人はいいと思います。でちょっと乾かしていきますね。はい、それではね、ドライヤーで10分ぐらい乾かしましたがね、まあ、今回これをね削っていきたいと思います。でまあ削る時も普通の陶芸と同じようにこう手袋を使って、あとこのかきべら使ってねやってみたいと思います。本当普通の陶芸と一緒だよね。であとはちょっと飛ばないようにね、少しこの余った粘土でね下を押さえて、でまた削りのね詳しいやり方はあの私の動画のところにありますんで、まあ、それ見てもらうとね、あの削りのやり方っていうのがね具体的に説明してますんで、まあ、今回はまたね早送りでお送りします。
はい、それではね、削り終えました。どうでしょう、結構綺麗に削れてますよね。でね、削った感じはね、普通の陶芸の粘土と遜色ないです。同じように削れますね。だから削る硬さだけね、ちょっと間違えないようにすれば、しっかりこうやってね、高台も綺麗に作れます。であとね、中にこうやってハンコをしてもね、このハンコも綺麗に映りますんでね、ほんとまあここまでは普通の陶芸とほとんど一緒ですんでね。でこの後ね、これを乾燥させて今度オーブンで焼いていくようですんでね。でとりあえずこのままね、明日まで乾燥させてみたいと思います。はい、それではね、こっちのもう一個のオーブン粘土、フィモって方かな、これをやっていきたいと思います。でこれね、触った感じね、もう結構袋の状態で硬いんだよね。なので同じようにこう手びねりで作れるかと言われると、ちょっとやってみないと分かんないかな。まあ、ちょっとね、できるだけ同じようにやってみようかと思うんですが、もう多分最初の感触でいけるかいけないかが多分分かると思うんだよね。よいしょ、でね、こっちのやつはね、触った感じキャラメルって感じです。もうね、粘土がべちょべちょっとしてて、ちょっとベタベタ手にくっつくような感じかな。なんでこれをちょっとろくろで作るの難しそうだけど、ちょっとやってみましょうかね。はい、それではね、こっちの粘土もね、成形が終わりました。でこれね、水拭きをしてみたんですけども、この粘土ね、水拭きは無理ですね。で多分樹脂なので水分を弾いちゃうんですね。なのでこう水つけてろくろ回して伸ばそうと思っても、そもそも水がつかないので、全然こう指が滑らなくてね、伸ばすのが難しいです。なのでこっちの粘土はどっちかっていうと、こう創作系、なんかこう立体物を作るとか、そういうのに向いてんじゃないかな。あとはこういうね、まあ型抜きで抜いて、これをオーブンで焼いて固めて形にしましょうっていうのがね、多分主な使い方なんじゃないかな。日本風なああいうろくろを回してビューッと伸ばすっていうのはね、ちょっとこっちは無理だと思いますんでね。まあその辺は使い分けてね。ただこっちは結構色がさ、いろいろあるんでね、これもショッキングオレンジじゃない、こういうなんかビビットカラーとかね、こういうのを使いたい人はこっちのねやつを使ってもいいんじゃないかなと思いますね。でこちらもね、ちょっと乾かして、どちらもオーブンでね、実際に焼いてみたいと思います。はい、そしたらね、それぞれの粘土でね、成形終わりましたんで、まあ、ちょっとおさらいでね、こっちのヤコさんの、オーブン粘土ね、こっちは、水拭きができますよね。本当に日本でやる陶芸に近い粘土だと思います。でこっちの、パステルの方の粘土ね、海外のフィモって方ね、こちらはどちらかというとこう創作系の粘土で、水引きとかそういう食器を作るのは、ね、人は向いてないかもしれないね。ただこういうね、立体を作って焼いて焼き締めるっていうのはね、いいのかもしれないですね。なのでこれはね、両方ともこれから乾かしてオーブンでね、焼いてどんな感じになるか見てみたいと思います。はい、それではね、成形翌日ですね。だいたい成形後24時間ぐらい経ちましたかね。結構こう全体的に白くなってきてね、乾いてきているのが分かると思います。で私の感覚だと、ちょっとまだ1日だとね、乾きが弱いと思うんでね、やっぱ中1日、成形後2日後ぐらいがね、ベストなんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろんこう作る器のね、厚みによっても乾燥具合っていうのはね、変わってきますんでね、その辺ご注意ください。まあ、とにかくね、ゆっくり乾かしてから焼いてあげるっていうのがね、いいみたいです。でこちらのヤコさんの粘土ね、160度から180度で30分から1時間焼成するってなってましたんで、まあ、今回間取ってね、170度でじゃあ45分で焼いてみましょうかね。まあ、それでね、焼き上がりを見てみましょう。であとね、オプションでこう釉薬みたいなね、コーティングをするのもあるみたいですけども、まあ、今回はね、そのまま何もつけずにね、焼いてみたいと思います。じゃあ今からね、オーブンに入れていきたいと思います。
はい、それではね、今焼いて30分ぐらい経ちましたね。で結構ねやっぱに焼いてるこう匂いがしますんで、オーブンでね焼くときにあの換気をしっかりしてもらうとねいいんじゃないかなと思います。なんかちょっと樹脂っぽい感じのやっぱ匂いしますよね。であと15分ぐらいありますんでね、また焼き上がりまで、ちょっと待ってます。はい、それではね、出来上がったんでね結果を見てみたいと思います。でこちらがねヤコさんの方の粘土だよね。でこっちの方が、フィモさんのね、樹脂粘土ですかね、まあ、こんな感じでね、焼き上がりました。でこちらのヤコさんの方ね、釉薬チックなやつはかけてないので、あの焼き上がりもね結構こうガサガサしててね光沢はない感じですよね。陶芸でいうところの焼き締めっていう感じですよね。ただまあ形はねこうやって綺麗にね作ったままの形をキープできているので、あのとっても面白い形で出来上がってるんじゃないかなと思います。でこちらのねひもさんの方も、こう色がビビッドカラーでね結構面白くね焼き上がってるんじゃないかなと思います。オーブンでもねこれぐらいのものができるんだなっていうのがねすごいなと思いましたね。でちょっとねこの焼き上がりの質感っていうのをねちょっとお伝えしたいと思うんですが、こっちのまずフィモさんの方ね、これねやっぱね樹脂粘土ですんで、ね焼き上がったともねこうやって手でやるとちょっとこう曲がってんの分かります？グニッとなってますよね、まあ、これぐらいの強度ですね。ただまあ粘土の時とは違って、形自体はね崩れないですね、まあ、こっちも同じ感じね、こう押すとこうちょっとグニグニッと動くようなイメージですよね。でこっちのヤコさんの方ね、こちらはね結構硬いですんでね、こう押してもあんまり形はもう変わらないぐらいの硬さです。でちょっとこう叩くとちょっとプラスチックっぽい音なの分かりますかね。で実際にこれね、陶芸で作った焼き物、この焼き締めのねお茶碗がありますんで、ちょっとこれとね、比べてみたいと思います。じゃあまずねこっちのヤコさんの方のオーブン粘土ちょっと叩いてみますよ。これぐらいの音です。ちょっとプラスチックっぽいですよね。でこっちのね、本当の焼き物の方ね、これぐらいの音のね違いがありますんでね、この音聞いてもらうと、まあ、どんな質感なのかなっていうのがね分かりやすいと思いますんでね、参考になるかなと思います。で一応今日はねこの、オーブン粘土っていうのでねちょっと作品を作ってみました。やっぱねお家で作る分にはね、とってもね扱いやすくてやりやすいんじゃないかなと思いますよね。でこっちの、フィモさんの方はねこれはどっちかというとまあ造形だよね、なんかちょっとお人形作ったりフィギュア作ったりしてそれを焼き固めるっていう意味でね形が崩れないようにしてあげるって感じで、こっちのヤコさんの方は本当陶芸に近いよね、扱った時も、陶芸の粘土そんなに差がないですし、こういう風にね、手びねりでこうやって作って鋼材を削ってね、形にするっていうこともねできます。でこれが食器に使えるかって言われるとどうなんでしょうね、このプラスチックっぽいちょっと質感が、嫌じゃなければ使えるのかな、あとはまあ釉薬みたいなこの光沢出るのを使ったら使えるのかな、まあ、それともただ単にこうちょっと牡蠣とかねそういうので使ってもらうのがいいのかなと思いましたね。で今日はねこのオーブン陶芸っていうのをね、作ってみました。皆さんもね、ぜひ参考にしてもらってお家でね陶芸楽しんでもらえたらいいかなと思います。ぜひねこれやってもらって本当の陶芸やりたいっていう人はね、近くの陶芸教室にね訪れて作ってみるのもいいのかなと思いました。それではね皆さんまた次の動画でお会いしましょう。